たけし岡田のちょっとれ。さあ今日も始まります、スポーツマッサージナス、たけし岡田のちょっとれ。今日はお腹周りを重点的に攻めていきますよ。では最初の種目いきましょう。仰向けでスタート。さあクランチの姿勢でかかとを左右交互に触るように、頭背中は床に下ろさず上半身をスライド、横にフリ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 していきます。遠目から見ると可愛い動きですが、やってみるとなかなかきつそう。たけし岡田頑張ってますね。さあもうすぐで終わりです。ナイス。さあ続いての種目いきましょう。今度は立ち上がって片足立ちでバランス力をしっかりと守ったまんま、自分のつま先に両手で触っていきます。では行きましょう。つま先に触るときに体がばらつかないようにスタート。さあ左右の手交互に触っていきます。もも裏の柔軟性がないとなかなかきつい姿勢ですね。皆さんストレッチは継続できているかな。おっとばらついた。さあ耐えて耐えて、しっかりと地面を踏んでいる感覚、頭で体で感じながらつま先を触っていきます。もうちょっとで終わるぞ。はい、ナイス。息を整えましょう。次の種目は今の動き、今度は体を足に近づけるのではなく足を体に引き上げていく動きです。ハムストリング、もも裏が伸びるのはさっきと一緒ですね。そして1種目目に使ったお腹の筋肉もしっかりと力を入れて体をひねっていきます。では行きましょう。タッチタッチタッチ、つま先をできるだけ高い位置で触っていく。柔軟性が高い人は顔の前ぐらいまで足が上がれば最高ですね。さあこの時立っている足、膝が曲がりすぎないようにしっかりとバランスを保って綺麗な姿勢でタッチしていきましょう。さあテンポ上げられるかな。お腹を絞って、さあボディシェイプシェイプ、ナイス。本日もお疲れ様でした。それではまた。